骨はですね、この新聞紙1枚、これを半分に折ったものをこの長さの棒にするようにくるくる巻いていきます。一回半分に、もう一回半分に折って、で、こっちの手前からですね、少し、これぐらい、2センチぐらいに一回折ったら、それをもう一回細く折って、もう一回細く折り込んでですね、よいしょ。こんな感じに端っこをしっかり折り込んで、硬い芯のようなものを作って、この芯に沿って、両手で、くる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 、ゆっくり巻いていきまーす。できたら、真ん中と端っこをセロテープで留めてあげてください。ね、棒ができました。はい、これを合計4本作ってください。